じゃあ、今日はちょっとバイクじゃなくて車に乗ってるんですけど、ちょっと友達のユーノスロードスターっていうのに乗らせてもらってるんですけど、25、6年前の車ですね。いや、楽しいっすね。やっぱマニュアルは最近のマニュアルと違って、ちょっともうどこでクラッチがつながったっていうか、どこでクラッチがつながってるかっていうのがすごく分かりやすいですね。それからこのチャームポイントじゃないですけど、このヘッドライトがですね、こう出てくるんですよねこれがチャームポイントっすよね。もう現代の車でこういうのはないですよね。ちょっとホイールベースが短いんでね、多少やっぱりふらつきっていうのが出てくるんですけど、街乗りだったらもう全然楽しいですね。高速もそんなに辛くはないです。120以上出さなければなんてことないですね。回転数もバイクの7半とかリッタークラスよりちょっと下のバイク、僕がゼファ7半乗ってるんですけど、ゼファ750に乗ってるんですけど、それがそうですね、120ぐらい出すとですね、だいたいタコメーターの半分ぐらいの回転数まで回ってるんですよ。そんな感覚で運転できますね。友達はさっきステアリングがちょっとガタが来てるのかもしれないって言ってたんですけど、なんていうか、もともと遊びがあるんですよ。今まっすぐ走ってるんですけど、ハンドルを揺らしてもそんなに動かないんですね。だからクイックな動きをしてないというか、遊びがあってクイックではないので、ちょっともうハンドル触れるなと思うんですけど、まあタイヤは路面をちゃんと食ってるかなっていう感じです。まあ、高速道路で現実的に追い抜きをするスピードとかでしたら全然問題ないかと思いますね。いやけどやっぱ楽しいっすね。この排気量とこのサイズ、このコンパクトなサイズにこの排気量はもうすごい、褒める言葉として言えるのが、おもちゃ感覚ですね。はい、いや大人のおもちゃですね。変な意味じゃなくてですけど、変な意味じゃなくて